ールアットマークジャックさん、心霊スポット様には追客で H。 こんばんは。いさっせさん、でたいもんさんいらっしゃい。さあ、ニコ生からね、ちょっと宣伝させていただきました。今日は今年ね、ツイキャスでもうちょっと多く配信をしようという目標に備えてね、一個ちょっとやっとこうと思います。いわくね、もうこれ以上ちっちゃくできなかった。あ、今夜ありがとうございます。まあ、多分でもそんな長い時間やんないですけど、ツイキャスの皆さんもね、ぜひ、俺のことをもっと知っていただいてね、ニコ生とか YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。Twitter のフォローもね、お願いします。プロフィールからね、Twitter と YouTube は飛べますんで、よろしくお願いします。あとはね、ちょっと電波が弱い場所なので、そこら辺はご了承ください。過去に1回だけ来たことあるんですけど、ライトがぶっ壊れるっていう波乱があった場所で、ちょっとトラウマがある場所なんですけど、行きます。ご存知の方ももうね、いらっしゃるかもしれませんが、神社ですね。映像見えてますかね。あれ、大丈夫ですか、栗ね。画質とか。ちょっと久々のツイキャスなんで。明るいライトでやるとこんな感じです。かぶささんのも。ちょっと一回写真撮ります。写真撮るときこれバックグラウンドなんだっけ？で、ツイキャスさせてた。で、写真撮ってきます。ニコ生で配信しまくりすぎて足が痛いんで、きついんかな。有名な場所ですよ、ここ。お邪魔します。電波が悪くなったら早めに言ってくださいね。Wi-Fi に切り替えてみますので。AU の電波持ったと思うんだけどな、でもここ過去にやったとき。過去にやったとき多分 AU で上まで行けてるはずなんですよね。あえて雰囲気ライトで。映像見えてます？声聞こえてますか？大丈夫？多分ね、ニコ生のリスナーさんはね、コメントできないかもしれないですけど、無理しないようにね、見ててくれるだけで嬉しいです。あ、タンポポさん、ピョッチさんって言っちゃった。ポッチさんやし。今夜会えると。キャスくん特別ありがとう。何これ、キャスくん。今まだ暗いライトで行ってますけど。確か AU 上まで電波あったと思うんだよね。足音が聞こえた。
足音が聞こえた気がした。人来てないよね。リア突？なわけない。誰も来てないよね。めっちゃ今足音聞こえた気がした。びっくりした。さっき曰くにも挙げましたけどね、もうなんか心霊現象が頻発するとか霊媒師がどうのとかそういうなんかいろいろな曰くがある場所です。ただね、ここ映画でも使われたりするんで、そういう意味でも有名な場所なんですけど。後ろの人はいない。いないよ。周りはこんな感じです。アオハさんだもん。本当無理。分かった。過去に一回だけ俺ここ来たことあるんですよ。画質はねちょっとチキって高画質にしてないんですいません。チキっちゃった。電波が弱いと思って。標準にしちゃった。ごめんね。画質良くないかもしれないけど。チキっちゃった。もうほんとここだけなんですよ。エリアは。そう、ええです。よく知ってるね、やっぱね。あと、ミノムシさんがゲストで来てくれました。特別ゲストで今日ね。特別ゲストで来てくれました。ありがとうございます。お出迎えありがとうございます。食べていいよって。ちょ、一応手水やるわ。一応、ちゃんとした神社なんで手水やります。こっちはちゃんの。何人見てるか分かっていい？ちょっと濡れちゃった今、手水やったら。拭いた方がいいよね、これ。ちょっと待って。なんか、画質悪くなっちゃって濡れちゃったら。男の子だけど。男の子だけどって言わせないで。OK。私たちはこの尊い心を受け継ぎ、感謝の心を持って一日一日を大切にして生きていきます。このコインがね、5枚貯まると30分延長できる。失礼します。中コンヒですね。写真撮るわ。とりあえずそうだ。写真撮りますね、ここ。
あ、おっさんいらっしゃい。どう、大丈夫？久々のツイキャスだけど、配信になってる。心霊配信っぽくなってる。ニコ生のリスナーの皆さんも。なんか不具合あったら言ってくださいね。電波大丈夫ですか？お、まさやさんどうも久しぶりやね。コンテニコやります。ちょっと慣れない。あ、自分が？あ、今夜あります。青さんあります。ひえ。まあ、ちょっと本殿行く前に、今来た人のために曰くを持ち出します。こういう曰くです。二の岡神社と言います。まあ、このカタカナののは本当はいらないんだけどね、これ。間違ってるんだけど。あ、マサヤさんどうも。赤ちゃんの霊や火の玉。アメリカ兵。なんかキーンと音がする。車の音じゃなくて、何このキーンって高い音。そう、自殺もある。これさ、さっきも見せたと思うんだけど、あの、深い森の中なんですよ、こっちが。NG ワードわかんないね。俺もリスナー、ツイキャスのリスナーなんてしばらくやってないから。皆さんよかったら今ね、俺伊豆半島回ってきましてね、ニコ生で。走行距離クイズっていうのやってましてね。ツイキャスの人にもぜひ、走行距離クイズね、参加できるように。あの、ツイッターフォローしててくれれば、ツイッターに全部書いてありますのでよろしくお願いします。救急車。俺、チワちゃんに死ねって言われたんだけど、もう生きていけねえわ。もう生きていけねえわ。安定のオートライトは健在。一度。今まで楽しかった。嘘つくな。大和武尊の命の遠い政党にまさ、遠い政党にまで遡ると伝えられ、鎌倉時代には将軍の崇敬を集めるようになり、この地方の領主であった大森北条大久保氏の祈願所にもなっていました。とのことです。水場をなんか取ってとかさっきポチさん言ってたけど、水場なんてどこにあるの？なんかこれ賽銭箱新しくなってない？前より賽銭箱新しくなってますね。あ、ほら鋭くない？古い賽銭箱ここにある。なんで新しくなってるこれ。なんかやられたんですかね。それともセキュリティの高いやつにしたのかな。ちょっとあれ取っていいですか、あの、賽銭。賽銭。ちょっと待って、賽銭取っていい？少々お待ちください。イベント起きるってどういうことですか？
再生。100円しかないな。あのさっきエメマン買った時に撮った100円しかないけど、いいかな、100円で。穴の開いたやつが手元にない。100円でいいっすよね。充電さします。じゃあ皆さんもご一緒に、ね、あの一文字で一文字をね打つかイメージしてください。これチリンチリンがないんだね。電波大丈夫？裏電波ないんだっけ？裏行けないか。乃木坂？怖い、なんか窓があるあそこに。写真撮ってみていいですか？写真撮ります。電波平気？ありがとう。通路か、あれ。足が重いな。冷笑じゃなくて歩きすぎで、本当に歩きすぎたんですよ。俺昨日旧天城が一番きつかった。旧天城トンネルマジできつかったです。あそこ行く人気をつけた方がいいですよ。マジで本当に体調万全でいかないと。じゃあまあとりあえずこの境内の前で一度、皆さんもご存知かと思いますが、うちのニコ生の配信でバケタンってやつを使っております。これね、バケタンってやつがこちらにあります。こちらおバケタンチキというおもちゃです。信じるか信じないかはあなた次第です。ただしね、本当にやばそうな場所で過去にいい実績を残してきてますんで、俺は信じてます。うちのリスナーさんも結構ね、信じてる人が多いんで。これをね、俺の枠でやるときは、バケラッタって皆さんに合言葉を一緒に唱えてもらってやります。赤が出たら危険な霊。青が出たら危険じゃないけどそこに霊がいます。緑が平常。その両脇に色があります。5色で。では行きます。ちょっと暗くして。じゃあね、皆さんもご一緒に。静岡県二の丘神社、境内前、1回目。バケラッタ。平常。平常。でね、これ継続サーチってモードが今回からつきましたので、今からね、継続サーチというお散歩モードにします。こちらにすると、5分間ね、怪しいなと思ったところで、赤か青の両極端のところを反応してくれます。え？聞こえた今。超えた今。あ、え、誰も聞こえてない。パンパンって。なんかお参りする時のパンパンみたいなやつ。
あの、二礼二拍手の二拍手みたいな音がした。あの、あっちの山奥から。まあ、とりあえず継続にしとくね。いや、音入ってんじゃない？多分あれ、イヤホンにしたら。ピントが合わないな。スイキャスってこんなピント合わなかったっけ？なんかピントが合わない。ちょっと待って。一回ピント合わせていいですか？怖いから。人が来ないんだけど。あったあった。あ、お茶ありがとう。こっちの山奥から今、パンパンって。俺、前に一回来たときは、ライトぶっ壊れちゃったんですよ。なんか知んないけど。ライトがいきなりこの使ってるレンズが取れて、無理やりはめ込まないと映れなくなっちゃって、なんかこういう状態で帰ったんですよ。なんかこういう視点しかできなくなっちゃって、こう広げられなくなっちゃったんですよ。こういう視点しかできなくなっちゃって。そのままもうしょうがないから、まあ何もしないで帰ったんですよ、その時は。こっちはいけなくなってるね。ピンクパンサー？あ、魚さんお茶ばかりです。ひえ。この下なんかいそうだよ。猫とかいそうじゃない？ないかな。何もいないよ。猫とろ。この水道はさすがに俺の専門外ですね。ホラゲーして、え？ビビったー。わかる？光が映ってんの。ほら。暗い中に光が映ってんの、わかる？青三上さんの。ビビった。自分のこの水道を反射してた。水道を照らして、水道の光が反射して動くよ、これ。マジでびっくりした。今、マジ一瞬本当に喋る言葉を失うぐらい固まった。オーブかと思った。なんだよ。なんだよ、だよね、本当に。離れてそこ取って、どういうこと？今んとこ？取りまーす。じゃあ、ポッチ様の命令が来たんで取りまーす。取っといてよ。後でインスタにあげます。今なんか鳴き声がした。え？屋根の上から鳴き声がしたんだけど。猫が屋根に乗ってんの、もしかして。なんか今、鳴き声がした。猫だか子供だかわかんない。怖っ。もっと下がって撮る？いや、猫だと思う。なんか猫だか子供だか、鳴き声。写真撮ります、もう一回で。
三つ葉ってそういうこと？反対側なかったよ。さっきのあれじゃない？ネズミの死、あ、チューチュースタンパであと。反対側？にも水ある？一つの神社に二つも水ある？お下げですね。水はなさげ。なさげ。反対側ってこれでしょ？灯籠の方でしょ？こっちないですね、もう水道。あそこしかない、さっきのとこしか。これでもうね、でも狭いんでね、全部回ったと思われます。これで定点しようと思いますので。ただね、ツイキャスでマイク感度上げられないんで、その点ご了承ください。ちょっと準備しますんで。よいしょ。結構雨降ったね。舌が濡れてる。ちょっと準備しますね。ミュートにします。どっか場所指定ありますか？水道方向がいい？境内がいい？それとも灯籠？明るさはこの暗さでやりますんで。境内真正面でいいですか？皆さんの意見を。左に水道、右に灯籠。ただ、こう全体は映るけど、明るさが足んないから、あ、コンティニューコインやだ。これ真正面です。境内見えてます？これが真正面で今。境内見えてる？ちょっとバケタン置いてくね。目の前にバケタン置いてあります。真ん中中央の青い紐のやつがバケタンです。赤か青で点滅したとき、もしあるかもしれない。5分間サーチします、今から。最低5分以上で帰ってこないんで。もし何かあったら教えてください、後でコメントで。できれば時間覚えておいてほしいです。配信時間を。俺この場所からちょっといなくなっちゃいますんで。この場所から消える。ちょっと離れます。じゃあお願いします。
入り口のトイレは行かない入り口のトイレやだ。マケタン、止まってない？マケタン止まってない？鳴った？え、マケタン止まってんだけど。え、赤が出た？もう一回行ってきます。
何もなかった。何もなかった。バレンタイン中止のお知らせだよ。何それ。バレンタイン中止のお知らせ。何それ。スタンド畳みます。少々お待ち。平和だったか。なんか今頃ギャーギャー叫んでる。何それ。何が叫んでんのこれ。何かが叫んでます。コロナの影響。危ねえ。バケタ忘れとこだった。もう一回継続サーチにしておきますね。これ赤くなったよね最初。多分俺もなんか色変わったなと思ったんですよ。一回赤くなりましたよね。充電させます。そう、多分ねバケタン、これ継続サーチっていうのはそこに霊がいるときしか光らないんですよ。常に緑で光ってて、5分間。右奥取っとく。オッケー。足が痛い、もう。足が痛い。ここでいいですか？ここでいいですか？右の表示なんか出てる？